回のテーマはこちらです。塵も積もれば大金となる。そして恵子さん、冒頭から気になってしょうがない、はい、あの〇〇日についてなんですけれども、はい、その〇〇日の前にお伝えしたい日目があるんですが、はい、一生涯日目というものです。一生涯日目のうちの一つが、まあ、〇〇日になるんですけれども、はい、ここの見直しというのが、まあ、重要になってくる時代も、超長寿化という意味合いにおいては、はい、その存在感がより一層増しているのは、はい、じゃがじゃんと一生涯日目になってくるというふうに考えています。なるほど、はい、この一生涯日目に注目することでその〇〇日、はい、そして塵が積もって大金がたまるということですね。人生100年時代なんていうふうにも言われていますよね、はい、平均寿命においては日本が世界トップクラス、まあ、寿命が伸びているような国を見てあげると10年に 2,3 歳のペースで伸びてきている。2007年に日本で生まれてきた子どもの半分は107歳以上生きると予想されています。家計って一生涯ものですから、まあ、ですが行動するかしないかで超長寿化時代は家計に大きな差が出やすくなると、まあ、そこでちょっとなんとなく実感していただきたいなというところで、まあ、要は寿命が伸びるってこういうインパクトが家計にあるんだなっていうのをなんとなくイメージしていただければと思うんですが、月2万円でも、まあ、ちょっと家計を見直すことができましたっていうことがあれば、30年でよいしょ720万円お、はい、70年だったら1680万円。この2万円はどのように出すことができるんでしょうか。とっての一生涯日目を、まあ、洗い出してみていただきたいなと思うんですね、まあ、このフリップは一例ですけれども、ざっくり2つに分けられるかなというふうに思っています。1つは意識する、うん、もう1つは自動化。家計応援のエディオンでもお得な新電力のご案内もしているというふうに聞いています。そしてその下にあった通信費、はい、これ一番見直しやすいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、3月からは携帯キャリアも各社値下げを発表したりしていますし、はい、あとは通信費、お家の通信費も新生活が始まるこのタイミングなら一番見直しやすいんじゃないかなというふうに思っています。はい、これは私自身すごく実感するのが、家計相談を約20年ぐらい続けさせていただいているんですが、まあ、いろんな方の家計も拝見していて、やっぱり通信費が増えているなというのをすごく肌で実感しています。でその時に、まあ、まずは意識していただくために、例えば10年前のご自身の家計簿を思い出してみてください。その時の通信費と今の通信費比べていかがですかってお伺いすると、はい、すごく増えているのをやっぱり皆さん実感されるんですね。そうなった時に、あ、じゃあどうしたらいいだろうって初めてこう気づいてくださったりするんですが、はい、まあ、そこでエディオンでは通信費の見直しをサポートしてくれるというふうにも聞いています。本当に今時代が大きく変わっている時だと思うんですが、長く生きるっていうことを、まあ、プラスに捉えられるのであれば、まあ、質素を整えるっていうのは非常に大事で、まあ、どうしても日々のお金遣いっていうのは日常に非常に溶け込んでいますから、ついつい後回しにされがちだと思うんですけれども、まあ、それもわかるんですが、だけれども慌てる必要はない中でもちゃんと気づいた時にやって差し上げると、まあ、時間軸を逆に味方につけて必ず家計は変わっていきますので、気づいて意識して行動する、必ず行動しないと変わらない、でも行動したら家計は必ず答えてくれますから、まあ、ぜひやっていただきたいなと。その日々のコツコツの積み重ねが家計に大きくプラスになるようにぜひアクションを起こしていただけると私も嬉しいなと思います。恵子さんの胸に迫るアドバイスありがとうございました。本当に日々の積み重ね、それが大事だということですね。エディオンでは家電の販売ももちろんしているんですけれども、それだけではなくて家計をこうやって一緒に応援していっています。やつい恵子さん、本日は素敵なお話どうもありがとうございました。 ありがとうございました。どうする携帯料金、エディオンで比べて解決、スマホ相談フェア。エディオンなら予約なしでさまざまな携帯会社のスマホと比べて相談購入できます。あなたに合った携帯会社やお得なプランをご提案。例えば家族全員ドコモで見直してまとめると、見直す前と比べて1年間
間でこんなにお得に。スマホの窓口であるエディオンで通信費の見直しをしませんか。どうするスマホ、どうする携帯料金。スマホ料金って本当はどうなの？